皆さん、こんにちは。相田相談員です。自分に合った解決策の見つけ方というお話を今回したいと思います。早速ですが、私は問題の解決にはまず状況の整理が必要だと考えています。例えば、評判のいいお医者さんというのは、得てして患者さんである私たちの話をよく聞いていただけるものです。なぜなら、お医者さんは患者さんから得た情報をもとに診察を行い、その上で治療を行っているからです。ですから、腕のいいお医者さんになればなるほど、患者さんのお話に耳を傾けます。耳を傾けることにより、状況を整理し、それによってその人に合った治療方法を示すことができるようになるのです。実は、このことは住宅ローンの返済問題についても同じことだと言えます。なぜなら、住宅ローンの返済問題は、その方の借り入れの状況や、家族の状況など、各々の置かれている状況によって対応方法が異なるからです。ですから、問題の解決には、その時の状況をきちんと整理した上で話し合いを行い、その人に合ったよりベターな解決方法を導いていく必要があるのです。少し前のお話ですが、別の相談窓口で、このことを示す事例があったので、ここでご紹介をしたいと思います。その方は、住宅ローン以外にも、カードローン、キャッシングなどの複数の借り入れがあり、しかもコロナ禍の影響で夏のボーナスはほぼ期待できそうにない。このままではいよいよ返済ができなくなる。そんな危険な状況でした。でも、その方は今のお家に住み続けたい。というので、まずは今の収入、そして借り入れの状況を一つずつ調べ、リスト化していき、その上で住み続ける前提での解決方法をご説明したとのことでした。すると、その方は、住宅ローン以外の借金を整理することができれば、住宅ローンを返済することができるということになり、個人再生という解決方法を選択されたとのことです。そして、専門家である弁護士を含め、話し合いを行うことになりました。この方の頭では、借り入れの状況が分かっているつもりだったとのことですが、実際に数字にしてリスト化し、具体的な解決方法を示されたとのことで、初めてこれからどうしたらいいのか分かったような気がするとお話をされ、少し安堵されているようでした。つまり、この方は状況を整理することにより、自分に合った解決策を見出すことができたのです。このようにお話をすると、だったら最初から専門家に相談した方が早いんじゃないんですか？と考える方がいるかもしれません。でも、専門家は状況の整理は行っていただけません。なぜなら、専門家が自分の専門分野の解決方法しか示してくれないからです。例えば、銀行では返済計画の見直し、弁護士や司法書士は法律的な制度の利用を、そして、宅建業者は任意売却、そしてリースバックの話ばかり進め、その他のお話は何もしてくれないのです。ですから、進められた解決策で本当にいいのかよくわからないというような事態が発生してしまうのです。つまり、各々の専門家はあなたの状況に合った解決策を示してくれるとは限らないのです。住宅ローンの返済問題は、その人が置かれている状況によって対応方法が異なります。返済が苦しくなったらこうすべし
という方法はないのです。ですから、そのことを理解し、自分が置かれている状況を整理することで、初めて自分に合った解決策を見つけ出すことができるのです。家や不動産、無料相談窓口では、住宅ローンの返済相談を受け付けております。あなたの状況に合った解決策をご提案させていただいております。そしてまた、このチャンネルでは、離婚とお家で悩んでいらっしゃる方、住宅ローンの返済に困っていらっしゃる方、LGBTQ の方々への支援、応援、そして物件情報なども配信しております。ご相談は完全無料で行っております。秘密厳守でさせていただいておりますので、どんな些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。皆様からのご連絡をお待ちしております。